趣味、思考編、コーヒー。私の住む愛知県は、全国でも、一番、喫茶店の数が多いところです。商店街などでは、喫茶店がある三軒を置いて、隣がまた、喫茶店だったりします。愛知県民は、コーヒー好きが多いのかどうかは分かりませんが、それだけ多いということは、やはり、相対的に、コーヒーを飲む量が多いということでしょう。 コーヒーは、ブラジルやアフリカなど、暖かい国で取れる、影性質な飲み物です。ですから、肉食が多い国では、食後や休憩時間のお茶といえば、コーヒーが合うのです。ここで、私の勝手な解釈を一つ。愛知県という土地柄は、戦国時代の三遊武将、信長、秀吉、家康のお膝元にあたります。中でも、 家康公は、家来以下農民に至るまで、質素を常とした訓示を掲げてきました。有名な家康公の国、心に望みをこらば、国窮した時を思い出すべし、不自由を常と思えば不足なし、とあります。食生活においても、ごくごく質素であったに違いありません。質素であったにしても、生きてゆかねばなりません。そこで、 庶民でも簡単に手に入って安くて体の温まる赤味噌を多用したのでしょう赤味噌は大豆を発酵させて塩漬けにした旺盛な食品です今でも名古屋には味噌かつ味噌煮込みうどん味噌おでんなどうみやからうまいと言われる味噌料理がたくさんあります結論から言いますと愛知県の人は昔からの食習慣の名残で 赤味噌のように、陽性なものをよく食べることが、まず一点。次に、普段は派手なことはしない、地味な生活に徹するのが、美徳とする文化の中にいるために、発散する機会が少なくて、ストレスや体内毒素をため込んでしまっていることが考えられます。これらの理由で、体内は人度高度が高くなり、陰性なコーヒーが美味しいということになるのではないか。 と推測します1日に何度もコーヒーを飲む人コーヒーはブラックでしか飲まないという人は人と公正体質に傾いている可能性が高い他のことにも照らし合わせて一度体質を判定してみてはいかがでしょうタバコ酒世の中には肯定も否定もできないものがたくさんありますタバコや酒もその一つでしょう 確かにデータ的に言うとタバコのアイン者に肺がんの発生率が高かったりアルコールを常飲する人が肝臓がんになるケースが多かったりするのは事実ですここで考えていただきたいのはなぜタバコや酒が欲しくなるかまたせめて少なくすればいいのではないかということですタバコや酒には血管を緩める作用があります この健康法でいう陰性な性質ですね食事が陽性なものが多かったり皮膚呼吸が悪くなるような生活をしていると体質が人どころ性に傾いてきますするとタバコや酒が美味しくなってくるのですタバコや酒が好きな人は美味しいから止められないのです人どこ度が高くなるとアルコール度の強い酒が好きになったりします ウイスキーや焼酎がうまいという人はかなり人と構成に傾いていると見ていいでしょう。この健康法で体質を改善したならば大抵の人はアルコールを飲む量が減ってきます。適量を超えると美味しくなくなってくるからです。それだけ体が敏感になって正常に近づいてくると考えてよいと思います。 よほど体が弱っていない限り、実行に移すのは難しいように思います。それよりは、先に体質改善をして、酒やタバコの量が減るようにしてはいかがでしょう。何事も自然に移行しながら健康になるのが一番だと思います。趣味、旅行。アトピーで何をしても良くならなかったのに、海外旅行に行ったら、その期間だけは全く快調だった。 という話を耳にします旅行中は別人のように病気がなくなってしまうのです。人間生きているうちにしなければいけないということばかりでは窮屈になってしまいます。私は仕事が生きがいだと言われる方でも一緒に暮らす家族までそうだとは言い切れないでしょう。時には健康的な趣味を持つ時間があったり旅行をするのも 人生に針を与えてくれま和歌山に健康界の自然研修所があるのですがそれはそれは何もない自然だけの場所です焚き木で炊いた五右衛門風呂に入ってのんびりくつろげば頭の中のごちゃごちゃしたことなど忘れてしまいます人生はきっかけが大切ですそんな趣味や旅行であってほしいと思います